世界のマッチョ界のトップレスラー20人が参加、ワールドダイビング杯と優勝の名誉をかけて華々しい激戦が展開される全日本オープン選手権大会開幕第1戦の第2試合が始まろうとしております。柔道世界チャンピオンアントン・ヘイシング対ドン・レオ・ジョナサンの巨漢同士の対戦であります。重量感あふれる一戦がこれから開始されようとしております。この試合のレフリーはジェリー・マードックであります。世界の柔道王、オランダの次にアントン・ヘイシング196センチ140キロ、例によりまして柔道着スタイル、さあ恋といった表情、そしてドン・レオ・ジョナサン、前グランプリヘビー級チャンピオンであります。196センチ138キロです。感動し、パワフルな一戦が期待されます。ジョナサンとアントン・ヘイシング、さあこういった一戦感じであります。この両者はすでに戦ったことがございまして、柔道マッチの因縁が絡む再対決ということであります。ヘッドロックに行くドン・レオ・ジョナサン、ブルーのフランクスをつけています。さあジョナサンが一発を叩きつけました。エキサイトしましたアントン・ヘイシングであります。この両者、昨年の11月5日に東京大田区体育館で柔道ジャケットマッチで対戦しております。5分間3ラウンド制の試合は第2ラウンド5分9秒手差固めでアントン・ヘイシングが柔道殺法を発揮いたしまして勝利を握っております。ジョナサンにとりましてはリターンマッチになります。このアントン・ヘイシングとの一戦であります。柔道の心得もありますドン・レオ・ジョナサン、目に覆いかぶさります。横四方の体勢に行きますドン・レオ・ジョナサン、それを放り投げましたアントン・ヘイシング、世界の柔道王であります。格闘歴28年、怪力殺法、さあ今度はジョナサンの左腕を取ります。リロックに決めるアントン・ヘイシング、そして横捨てに投げに行きましたアントン・ヘイシングであります。プロレスのキャリアがヘイシングも昭和48年にデビューしておりますので丸2年になります。世界を利した巨体と圧力がプロレスの実力者にどこまで通じるかといったこの試金石でありますが、この第1戦はドン・レオ・ジョナサンと対決しております。ヘッドロックを持っていくロープへ飛ばす、ジョナサン体当たり、両者譲らず、力の入った一戦です。ヘイシングの白い体がすでにピンクから赤く変わっております。またロープへ持っていく、得意のベアハグの体勢に入りました。しかしこれ平手打ち、ドン・レオ・ジョナサンであります。一昨年の11月5日に行われた時はジョナサンも大変に健闘いたしまして、ヘイシングのお株を奪う一本強いなどを連発いたしました。そしてヘイシングもその時は払い腰でジョナサンの巨体を投げ飛ばす、誠に柔道マッチにふさわしい技の応酬が見られました。両者ともに196センチ138キロ、身長体重ともに合格であります。トータルウェイトが280キロ、実感あふれるリング上であります。手を振り込みます。
インディアングリップの応酬、力比べどちらが強いか。この体勢からジョナサンは得意のハイジャックバックブリーカーがあります。両者二王立ち。おっと、兵士がちょっと勝ったか。しかし力でも相譲らないジョナサンと兵士であります。今度は首投げに行こうというところ、よく相手を知っております両者。初感を浴びせるアントン・ヘイシン、そしてドンデオ・ジョナサン、覆いかぶさるジョナサンであります。本当に柔道の試合を見るような感じであります。バックに回りました。今度はアマチュアレスリングスタイルです。初感を持ちますドンデオ・ジョナサン、ブルーノさん、今度は首を進めます。バックを取りますドンデオ・ジョナサン。今度は上になりましたアントン・ヘイシンクであります。ドンデオ・ジョナサンは1932年ユタ州のシーダーシティの出身、父親も有名なプロレスラーでありました。1952年にプロレス入りしております。かつては旧 AWA の世界チャンピオンになった超大型の実力レスラーであります。ファン人気投票は西の第7位であります。そしてオープン選手権ファン人気投票で西の第10位にランクされております、アントン・ヘイシンク。また体勢を入れ替えました。この辺りなかなか百戦錬磨の強者でありますドンデオ・ジョナサン。さあ今度は得意のバックボストンクラブの体勢に行こうというところ、野生日の体勢に行こうという感じでありますが、しかしレフリーのジェリー・マードスからロープに触っているということで注意を与えております。しかしヘイシングつきません。この辺りなかなかプロレスラーとしての根性身につけてまいりましたアントン・ヘイシングであります。このアントン・ヘイシンク、最近は技の傾向も変わってまいりまして、デビュー当時のアルゼンチンバックブリーカーから最近は飛行機投げ、そして今見せましたボストンクラブ、こういったものが非常に多くなってまいりました。しかし柔道技を生かした素早い払い腰、そして一本強いは誠に見事であり、アントン・ヘイシンク柔道ジャケットマッチで一敗を切っているドンデオ・ジョナサン、なんとしても負けられない一戦であります。さあ、こいついった両者、獅子王ドンデオ・ジョナサンであります。このドンデオというのはラテン語でライオンの意味であります。獅子王ジョナサン、おっと投げ飛ばれました。ヘイシンがその上に追いかぶされます。しかし巧みに体を入れ替えますドンデオ・ジョナサン。おっと両者、両エプロンから場外に転落しました。場外での乱闘になります。場外乱闘でもし引き分けますと、これは両者ともに得点がありません。得点を与えることがありませんので、素早く戻りましたドンデオ・ジョナサン。ヘイシンクはまだ戻っています。カウントが始まっております。カウントアウト、カウントアウト、リングアウトであります。リングアウトでドンデオ・ジョナサンに外貨が上がりました。ドンデオ・ジョナサンがエプロンにから場外に転落しまして、素早く上に登りました。テンカウントで上がれずにドンデオ・ジョナサンが勝利を握りまして、今ジェリー・マードックから大きく手を上げられました。ドンデオ・ジョナサンが2勝、勝ちましてオープン選手権最先の良い1勝を挙げたわけであります。